はい、皆さんこんにちは。しばらく、お休みをいただいておりましたけれども、年内最後ビシッと当てたいと思います。ただいまいない間に自動的に1位になっているということなんで、継続して当てていきたいと思います。それでは早速予想いきます。はい。ここも1号艇は棚ホテルということで。最近の優勝戦は結果だけ見てたんですけれども、なかなか1号艇が逃げれてない状態なんですけれども、まあここは1号艇に行きたい。そして問題は4号艇の服部選手、5号艇の倉谷選手ですよね。この2名がかなり侵入から謎な感じを醸し出しておりますね。この予想は1、2、4、5、3、6という進入で予想しておりますが、もしこれ服部選手が2コースまで入るようなことがあれば、1号の方がちょっと集めても面白いのかなと思いますね。まあこの2名の進入がかなりこのレースの鍵を握ってくるとは思いますけれども、まあ1、2、4、5、3、6で入るようであればこの目で当たりそうな気はするんですけれどもね。はい、こんな感じとなっております。そして私事ではございますが、年末のスーパースター王座決定戦川口ロードで行われます。27から12月31日まで、川口ロードにて、ボートレースの、グランプリと一緒ですね、賞金王決定戦出場いたしますので、皆さんぜひそちらの方の応援もよろしくお願いします。それでは皆さんビシッと当てて お小遣い増やしください。お願いします。